はい、ありがとうございます。今回はね、今こちら京都のね、西川庵さんにいるんですけど、ゲストハウスですね。昨日オフ会がありまして、でオフ会が終わったところからスタートということで今からね、一緒に泊まってたエースさんと一緒に福井でしたっけ、福井の方でキスの投げ釣りを楽しみたいと思います。はい、いきなりね、釣れたところからスタートです。ほぼほぼ諦めかけちゃうんだけど10回のが来たね、はい、エースさんばっかりバカスカバカスカ釣るもんで、なんだよとか思いながらやってたら来た福井県のどっかなんかとりあえず入れそうなとこ転々としながら来てね、まあここでダメだったら帰ろっかって言って福井県のサーフを転々としてて、で結構湾内のところに来たんですけどね、これはいいサイズが来たわ。こんなん溜まっとったら最高っすけどね、ここ。そうですね、パラダイスですね。パラダイスですよ。太いわ。21.5センチ。でかいっすよ。それで。カメラカメラ。カメラカメラ。来るぞ来るぞ、来るか来るか、おおおお、これはやばい、たまらんっすね、これはこれすごいでしょ、何本あるこれ、まんまるっすね、ふっとふっとい、すごいよこれ、おるじゃないですか。これ何ですかこの穴場。やばいやばい。これはすごいわ。気づかなかったけど、ハゼもついてるんですね、ちゃんと。あ、ハゼ。そのキスやば。すごい。ちょっと測ってみます。24。超えられた。よっしゃ、俺大物賞やったかもとったら。超えられた。でかっ。こうか。24だ。24ですね。うん、まんまるやわ。すごい。うわ、でもいるってことっすわ。いるっすね。うん、もっとちょっとやろ、はい。結構立派な台湾ガザミが釣れた。急にゴンとか来てね。なんだと思ったら。カニでした。持って帰ろう。一応福井県、今ちらっと調べた感じは持って帰っても良さそうだったけど、バッカンがちっちゃいわこれ。エースさんはやっぱ釣りがうまいっすわ。うわ、俺寝かかったし。あ、外れた。寝かかりました。一匹やった。あ、でもまあいいサイズですね。はい。まあまあですね。なんか当たる。なんだろうなこれ。全メかな。キスや。うわ、フグかな。ハリスが全部ないや。キスはいました。やっぱね、昨日やってたカズラの浜より黒いですね。カズラの浜のキスほんと綺麗だったもんな。うん、おお、ほらいたいた。キスじゃないかなこれ。ほらほら。全面かな。おー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 おお、元気元気。おお、白痴は元気だね。
あ、ゼミとキスだ。いたいた。じゃあね、そろそろこの日本海長江を閉めて帰りたいと思います。楽しかった、オフ会から始まってずっと。よし、帰ろう。はい、それではね、今回は、あ、エースさん、ありがとうございました。ありがとうございました。ここで解散っすね。解散っすね、はい、はい、オフ会長江2日目これにてとりあえず終了ということで、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。お疲れ様でした。じゃあね、お互い安全運転で帰りましょう。帰りましょう。お疲れ様です。ゆっくり寝ました。ええ、ね、あ、そうですね、はい、今日いっぱい寝ましたね、はい、熟睡しましたね。11時から7時まで、はい、僕は寝てた、酔っ払って寝てました。それじゃあ帰りたいと思います。はい、家に到着です。6時半、12日の6時半、まるっと2泊3日になりました。オフ会参加してくださった方ね、どうもありがとうございました。はい、あ、まあ、今回これオフ会の動画じゃないけどね、オフ会のついで長江になってますが、まあ、前回にね、あの前回オフ会の動画の長江がね、あると思います。はい、それじゃあね、今回は日本海長江、まあオフ会番外編っていう感じになるのかな。とりあえずね、帰宅したので、まあいつも通り、まあ昨日のオフ会で余ったキスをね、ちょっと持って帰ってきてるのと、今日釣った分とね、あとホタルガニとかがあるのでね、そちらで乾杯をしたいと思います。はい、こちらね、今回の持ち帰り、キス多数これ今日釣ったやつね。ちょっと大きめのやつはね、今日釣ったやつが中にポツポツ入ってますけどね、あとのこのちっちゃいのはほとんど昨日のオフ会の居酒屋の余りです。ほとんど持って帰ってきました、僕は。これも全部ね、南蛮漬けにしようかなと思ってます。で、こちら台湾ガザミ。台湾ガザミはね、多分ね、漁業権が設定されてないとは思う。投網とかはダメだけどね、あとライトを用いた網ですくうとかも多分ダメだと思う。愛知県はダメだけど、まあ、多分台湾ガザミ自体に漁業権は設定されてなさそう。モクズガニとかね、石ガニも設定されてないみたいなので、こちら割とでかいね。こちらはね、虫ガニでいただきたいと思います。こちら今ね、渡りガニが蒸し上がった。わほー、うわ、めっちゃうまそう。蒸し器を出すのが面倒くさかったんで、もうそのままね、こういうお皿の上に乗っけて、下に水入れて、で、あんまり水がこぼれないようにね、この蓋に溜まったね、水滴がどんどんね、カニに落ちちゃうんで、まあ、一応カバーして、で、蒸し上がり最高です。あんなね、紫色だった台湾ガザミが蒸し終わると、ほら、真っ赤。あ、綺麗だね。いい感じです。はい、完成しました。今回の日本海長江の集大成です。集大成っていうのかな。こちらはね、京都の桂の浜で釣ったキス、リンギスね、ちっちゃかったんでね、昨日のうちに南蛮漬けにしました。あ、そう。日本海側から帰ってきたのが昨日の夜で、今日は一日経って平日の月曜日です。で、仕事から帰ってきてから、調理しました。他のやつはね、で、南蛮漬けだけはね、昨日のうちに作っておきました。で、帰り際に釣れたキスのお刺身と、あの一番大きかったやつね、キス天に、一緒にね、たまたま釣れた台湾ガザミの甲羅盛りと足の味噌汁です。豪華じゃん、素晴らしいね。よしよし、完成。今日はね、いつものキリンじゃなくて、こちらね、オフ会記念でね、オフ会の記念にって言って、参加者の方がね、こんなお土産っていうか、お祝いっていうか持ってきていただいてね、ありがとうございます。こちらでね、乾杯したいと思います。よし、できた。それでは、お疲れ様です。乾杯。すごい白い、白いっていうか、いただきます。
ああ美味しいこのビール、うまい、ありがとうございます。コリアンダーが入ってるんだ、コリアンダーが入ってるかなんかちょっとスパイスっぽい、なんかね風味がふわって抜けてくる、美味しい。それではいただきます。まずはどうしましょう、キステンから食べよっかな、キステンからいただきたいと思います。ちょっと大葉があんまり上手に揚げれてないけど、いただきます。あーちょっとしなしなになってきちゃったかな、いただきます。そんなことない超美味しいああ、今回のメインだったオフ会のね、カズラの浜さん、カズラの浜さんキスの南蛮漬けいただきます。うん、美味しい、いい感じにできたわ。ちょっと甘い、お酢がなくてさ、普通ので、寿司酢、市販の寿司酢があったから寿司酢にしてみました。だからちょっと甘いで、あの、だしかなんかの、だしかななんか風味もね、ちょっとあるね。うん、でも美味しい、寿司酢いいかも、手軽で。寿司酢を使ったので砂糖は入れてません。まあいつもあんまり砂糖入れないんだけど、僕これは帰りに福井県で釣ったキスです。いただきます。うん、美味しい。見せるの忘れた、ぶつ取り。桂の浜でこのね、お刺身にできるキスをね、釣りたかったな。うん、美味しい。今回多分カルキスはいませんでした。こちらカニの味噌汁、あー美味しい。まだねこれ爪肉がね全部入ってるので後で食べます。味噌吸って美味しくなってんじゃないかな。出汁が抜けるけど味噌吸うから、で出汁が出た味噌、まあ出汁ちょっと足してありますけど、普通の出汁も蒸したのが昨日なので、昨日締めて、でそのまま蒸して、で冷蔵庫でそのまま置いときました。で温めてません。だからこれは冷たい。コーラ盛り、コーラ盛りです。割といいサイズじゃない。いただきます。これ爪肉、ちょっと爪肉もちょっと足肉か、いいやつだけ取って。うん、美味しい。あーうま、うん、美味しかったです。ごちそうさまです。ありがとうございます。酒が足らんくなった。こちら、はい、今回はねちょっとねいつもと違うビールですが、言わないよ言わないよ、なんか期待してる人もいるかもしれないけど言わないよ。あのね、いつもキリンなんだけどね、今回は朝日です。これね、あの参加者の方が1ケースあの景品にしてくださいって、ね、持ってきてくれて、で僕あの何の遠慮もなくこれをね、あの運よく1位を取らせていただいて、運営側なのにそのまま遠慮なくねこちらもらっちゃいましたありがとうございます。はい、2杯目はこちらでいきましょうか。これね、上からね、上から落としてね、一回泡だらけにしちゃった方がね、うまく作れるんだよね。天ぷらうまいわ。油も新品だったからね、決してもやっぱ油新品じゃないとダメだね。使い回したやつで、酸化してるとね。おいしい。はい、まだねちょっと食べかけなのでね、ごちそうさまはできないんですけど、後でゆっくりいただきたいなと思います。ここねもう撮影だけで使ってて、
で、リビングでね、みんなと一緒にできるを食べたいのでちょっとこの辺で、それでは今回は日本海長江後編、日本海のね、キスの投げ釣り長江後編でしたどうもご視聴ありがとうございました。最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録もよろしくお願いします。次回の動画もぜひ見てください。東海釣り三昧でした。